はい、皆さん、こんにちは。越境3.0ということで、今日も始まりました。越境3.0チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。本日はなんと、緊急発表がございます。第8回、越境3.0、ジャパンツアー、神秘と歴史旅、in 青森周遊、3日間、開催決定 ということで、今回、もう第8回を迎えることとなりました。越境3.0チャンネルのジャパンツアー。えー、国内外、えー、あちこちのツアーを年に何回かやってるんですけれども、えー、ジャパンツアーというのがもう第8回目を迎えます。海外の方は次が第5回目とか6回目ぐらいになるんですけれども、えー、国内のあちこちに行って、越境3.0の視聴者皆さんと共に、えー、3日間語り尽くして学び尽くして、 でそして、いろんな情報を共有して、えー、仲間を作っていこうという、えー、そういった趣旨のもとで、えー、やっております。第1回目が宮古島。でそして、第2回目が冬の知床流氷ウォーク。第3回目が土佐清水シマン人。第4回目が夏の知床。そして、第5回目に釧路湿原に行きました。第6回目に冬の知床流氷ウォークを再びやって、えーで、前回第7回が安美大島。そして、今回が第8回目の 青森です。青森というとね、まあ僕はまあ先日講演会でも行ってきたんですけれども、まあプライベートでも何度か足を運んでるところですっごい大好きです。まあ青森含めた東北地方すごい大好きなんですけれども、まあとにかく秋冬の東北は最高ですね。で、今回のまあ旅というのが神秘と歴史旅。神秘と歴史旅ということで青森3日間行きたいと思うんですよね。 で僕もですね、青森は十、まあ、和田湖、八戸、奥入瀬渓谷で、そしてやはり縄文時代の,あの遺跡、三内丸山遺跡、でそしてまあ弘前の,、ね、あのお祭り文化の町なんかも、まあ、とっても、まあ、いい歴史とか文化が残されてるんですけども、まあ、今回の青森というのはまさにこのタイトルの通り神秘と歴史旅でまず神秘といえば十、まあ、和田湖ですね。 十和田湖行かれたことがある方はねあのもう異様な雰囲気に驚くんじゃないかと思うんですけれども、まあ、とても透き通っている海あの透き通った海だけれどもものすごい深いディープブルーという、えー、なんかもうネッシーやらないやら出てくるんじゃないかなっていうそういうすごい神秘的な湖なんですけどここにもねいろいろな、まあ、伝説が残ってるんですよ。 でこの十和田湖を、まあ、みんなで、まあ、クルーズに乗ってね、十和田湖を周囲をしたりとか、あとはそこからあの太平洋の方に流れている奥入瀬川、奥入瀬川の十和田湖とつながっている部分が奥入瀬渓谷といって、本当に非常に芸術作品のような渓谷でね、有名な場所なんですけれども、まあ、そういったところのトレッキングをしたり、であとは、まあ、やはりこの茂木先生もね、世界史の茂木先生も、もう普段しょっちゅうおっしゃってますけれども、もうとにかく現代人は縄文人に見習えと。 まあ、縄文時代っていうのは2万年近く続いた長い、まあ、時代だったんですけれども、まあ、その縄文時代にですね日本人のコミュニティとか、まあ、神社崇拝 えー、そういったものも生まれてで彼らがまあ自給自足でコミュニティを形成しつつ、えー、まあ平和な時代をまあ作り上げていったというでそこにはいろんな知恵とアイデアもあって縄文時代の遺跡なんていうのを見ると本当びっくりするんですよねものすごい成功にできているなんか道具だったりとかね、まあ、そういうのもま発掘されてるんですよでまあ三内丸山遺跡といえばあの,、まあ、あの地域というのは周りにまあ大きな森があって で海もあって山もあってってことで、まあそこに反定住生活っていうことで縄文時代のまあ後期の方の方々ですね彼らがまあ,あの地域に定住をしていたんですよで定住する理由というのはまあ山森があって木の実があってで、まあ、いろんな食物も取れてで海が近いので、まあ、魚ももちろん取れてでなおかつまあ川が流れているので、まあ、水も豊富だったと。 ということで、その三内丸山というところがあの縄文時代の人々が定住したエリアでいろんな遺跡がいろ、まあ、んなあの発掘がされてるんですよねでその中でも特に面白いのが三内丸山遺跡に出雲大社と同じその高層神殿のような建築物が作られていたんではないかという説で出雲大社に行くと昔はその高層神殿といってかなり高いところまでずっと登ってて神殿があってでその神殿を支えているのが9本の柱 でその9本の柱が、えー、出雲大社の真ん中にドーンドーンドンとなんかその柱があった跡地がね残されているんですけれどもその9本の柱を建てて高い柱を建ててその上にまあ建造物を作るというこれがまあ縄文時代に行われていたんではないかというそういった研究があるんですけどその出雲大社の高層神殿と全く同じような構造で 三内丸山遺跡の方でもその跡が残されているというこの柱のこの太いこの直径とかねでこれが等間隔に9つ並べられたその三内丸山遺跡の,その建物の,その土台それが全くその構造的に出雲大社と三内丸山遺跡全く同じなんではないかということで出雲大社と同じような構造で建物が高い建物が建てられていたという話があるんですよね。 で、これが僕がね、前回、三内丸山に行った時にはもともと出雲の方々が三内丸山の方まで青森県の方まで移動してきてで、その建築方法を伝授したのではないかという、まあ、そういった話を聞いたんですけれどもこれはあのどうやら世界史の茂木誠先生によるとですね、三内丸山の青森県の方々が出雲に移動していってで出雲大社の建造物としてそれが伝わっていったというその逆説ですね。 森先生の場合は青森の人たちが出雲に行ったと青森の三内丸山の解説を聞いた時には確か出雲から青森に行ったと、まあ、どっちが先だかは分かんないんですけれどもとにかく似たような構造ほぼ同じような構造で高層建築が作られていたというのがまあ昔の出雲大社とでそして今回行く三内丸山遺跡なんですよね。 そして茂木先生の解説によるとですね山内丸山っていうのは青森県の非常にこの冬は過酷な気候にあるので、えー、だん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 その、まあ、寒冷化していってすごい寒くて、えー、青森県の三内丸山で生活していくのが非常に厳しくなったのでどん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  えー、その人々が南に移動してきて出雲に移ったんではないかという説この話を聞いてねなるほどなと思ったんですけどもどちらが先かは分かんないんだけれども、まあ、いずれにせよ出雲と三内丸山っていうのは非常に似たような文化とか似たような歴史建造物の建築方法とかライフスタイルなんかも非常に似ていたと言われています。その内丸山遺跡にも行って ででみんなで縄文時代を学びましょうそして十和田湖クルーズに乗って十和田湖の神秘を感じながらでその後追奥入瀬渓流を歩きながらねあの地域の秘境と大自然ともう神秘的な部分にたくさん触れて夜はみんなで飲み語るという、まあ、そういった3日間のツアーでございますでこちら毎回あの20名限定で行っているんですけれども、まあ、最近ものすごいリピーターの方々も増えてきまして前回ツアーの参加の方も今回、まあ、参加して何度も何度も参加いただいている方もいるんでかなり大 好評のツアーなんですよね越境3.0の視聴者の皆さんが参加するのでみんな向かってる方向は一緒でそしてみんなでいろんな情報を共有していきましょうと2泊3日でお酒を飲んで美味しいものを食べて温泉入ってでそして飲み語るというそういった3日間を過ごしますので一生ものの大切な仲間たちなんかもね今横につながっていって本当に非常にいい関係ができていますこれまでのツアーもみんなで LINE でつながってねもういまだにこの頻繁なやり取りをもう毎日毎日やっていますので そういった仲間作りの場としても非常に面白いツアーになっておりますということで今回も20名限定ですぐ定員になってしまうと思いますのでぜひお早めにお申し込みください詳細はこちらです第八回越境3.0石田和康と行くジャパンツアー神秘と歴史旅イン青森周遊3日間2024年の11月12日から11月の14日の3日間です旅行代金16万3000円現地合流の20名限定宿泊ホテルは十和田プリンスホテルとアー ホテル弘前シティということで表示の QR コードか概要欄のリンクの方からお申し込みいただけたらと思いますこちらいつものように20名で締め切りとなっておりますのでお早めにお申し込みくださいでそして秋の青森、えー、みんなで満喫して、えー、楽しんで参りたいと思います盛り上がっていきたいと思いますぜひ皆さんご参加ください ということで、えー、本日は第8回越境3.0ジャパンツアー、神秘と歴史旅 in 青森周遊3日間のご案内をさせていただきました。本日も最後までご覧いただいてありがとうございます。皆さんの参加をお待ちしております。せーの、Here we go!